ねえ、どう？少しは息抜きできた？はい、とっても。明日からまた忙しいわよ。お互いもう休んでる暇はないわ。レッスン付けにしてあげる。いいわね？はい、頑張ります。はるか、これあなたにあげるわ。ブローチのお礼。少し早いけど、デビュー祝いのプレゼントよ。そんな、これ以上プレゼントだなんて。いいから開けてみて。これ社長が使ってた。こんな高そうなものいいんですか？高そうじゃなくて高いの。大事にしなさいよね。大事にします。その万年筆はね、私がデビューするって決まった時、大切な人からもらったものなの。私にとってはお守りみたいなもの。デビューの時もマイクに隠してずっと両手で握ってたんだから。やっぱり社長でもデビューの時は緊張したんですね。今思えば大したことじゃなかったわ。もっと大変なのはデビューした後。私の場合特に大変だったわね。どんな風にですか？私はね、18でデビューする前には結婚してたの。え？相手はその万年筆をくれた人よ。もちろん世間にも、それに事務所にも内緒でね。私は自分が韓国籍であることも、家庭に問題があったことも、それに既婚者であることも隠してアイドルを続けた。案外うまくいってたわ。でもある日、私は自分が妊娠していることに気づいた。すぐに降ろしたわ。当時はあまり迷いはなかった。まだ若かったし、アイドルを続けるためには仕方のない犠牲だって思ったの。夫に打ち明けたのはその後。彼、その時初めて私を殴った。そしてあの人は私の元から去っていった。自分がそばにいたら私の夢の妨げになるからって。私はそれも仕方のない犠牲だと受け入れたわ。
でもその後、結婚していた過去があったことを知った事務所は、私を売り出すことに躊躇するようになった。いつ爆発するかわからないスキャンダルを抱えたアイドルに大金なんてかけられないってね。予定されていたイベントは次々に中止された。日本ドームで大規模なコンサートやろうなんて話まであったのにね。すごかったんですね、社長。私全然知りませんでした。コンサートが私の夢だった。コンサートをすれば自分を捨てた親や世間を見返せると思ってた。収容人数5万5000人親にも愛されなかった私にしては上出来な数でしょ。別れた旦那もコンサートをすれば見に来てくれるかもなんて考えてね。でも現実には事務所には見放されて、コンサートどころか仕事はどんどん減っていったわ。後にはもう何も残らなかった。自分がもう子供を産めない体だと知ったのも全てを失ってからだったわ。そんなことが。スターを夢見て犠牲にしてしまった過去への償い、それが今私がアイドルを育てようとしている理由なのかもね。もしかしたら失ったものを取り戻そうとあがいてるだけなのかもしれない。でももう私にはこれしかないのあなたには迷惑かもしれないけどね。迷惑だなんて。私、社長のためにも頑張ります。ありがとう。でもあなたのおかげで私も失っていたものを少しだけ取り戻せたかもしれないの。え？この前プリンセスリーグであなたの決勝進出が決まってから雑誌の取材を受けたのよ。それを目にした元夫からこの手紙が来たの。東京で会わないかって。え？彼とはもう二度と会えないと思ってた。私の行けない遠い世界に行ってしまって、それっきり連絡も取れなくなってたから。社長。あ、でもそれじゃこんな大事なもの私がもらっていいんですか？もちろんいいの。でもその代わりと言ってはなんだけど、はるか、あなたに一つ頼みがあるの。はい。別れた旦那に会うにしても、これだけ年を重ねちゃうとね、会ってがっかりされたくないのよ。待ち合わせの場所にはあなたが行って、それで私のところに彼を案内してきてほしいの。あまり明るい場所で今の老けた顔見せたくないから。私でお役に立てるんでしたら。でも心配いらないと思います。社長今も綺麗ですから。ありがとう。お世辞も上手になったわね。お世辞じゃないです。彼には東京でのあなたのライブに来てもらう約束になってる。その時また改めてお願いするわ。その万年筆はあなたが私の代理っていう目印になる。つまりそれが彼と会うための鍵でもあるの。わかりました。ありがとう。
今日は私も楽しかったわ。寄り道しないで帰るのよ。社長も気をつけて帰ってください。おやすみなさい。もしもし、はるかちゃん？堀江さん、どうしたんですか、こんな朝早く。大変なんや、今すぐ事務所に来て。え、何かあったんですか？それが、僕もなんて言うたらええか分からへん。とにかく、すぐにこっち来て。何かあったんですか？近寄っちゃダメ。ほら、向こうに行って。私、ここの事務所の所属タレントなんです。ここっていうと、ダイナチェアの？はい、そうです。ああ、そうでしたか。実は今、ここのビルで飛び降り自殺があって。お気の毒ですが、亡くなったのはダイナチェアの社長さんでして。そんな。あ、ちょっと君。では、パクさんが自殺をほのめかすようなことは？いえ、タレントのデビュー前なんて張り詰めてはいましたけど、自殺するようなそんな感じはなかったです。堀江さん。はるかちゃん。彼女は？沢村はるか、うちのタレントです。今日パクが東京に行く予定やったのも、彼女のデビューイベントの準備のためでした。なるほど。後でお話伺えますか？あの、それより社長は？あ、はるかちゃん。
はい。はい。あ、やっと出た。もう社長、朝まで携帯繋がらないってどういうことですか？ああ、花ちゃんね。いや、ごめんごめん。気づいたら朝になっててさ。気づいたら？どうせまた飲み歩いてたんですよね。もういい加減にしてください。日帰りで東京に戻ってくるって言ったのに、私また事務所に泊まっちゃったんですからね。いや、それ悪かったね。それで、そっちの様子どうなんですか？ああ、そうそう、もうすぐにでもオープンできるよ、蒼天堀支店。電話も通ったし、看板も出した。大丈夫、もうちゃんとやってるって。へえ、この2年毎月のように大阪通って準備してきた事務所ですもんね。きっとさぞかしご立派なんでしょうね。何かトゲない？その言い方。そりゃそうでしょう。支店を開くのなんて、その気になれば1ヶ月もかからずにできるんです。それなのに。あ、ごめん、誰か来たみたい。またかけるよ。誰かって、こんな朝早く誰が来るって言うんですか？そう、さあ、そんなこと言って本当はまた逃げる気なんじゃないでしょうね。また後でかけるから。あ、ちょっと社長。やっとご在宅ですな、スカイファイナンス班。いつ来てもお留守なんで、営業する気ないんかと思いましたがな。まだオープン前でしたね。出直してもらえると助かるんだけど。せやけどね、この辺でビジネス始めよう言うんなら、まずうちら通してもらわんと困りますがな。どちらさんですかね？近江連合の袴田っつうもんですわ。近江連合、そういうこっちゃ。で、何のご用でしょう？何でもこちらさんは無利子無期限でいくらでも貸すって話やないですか。ほな、1兆円ほど融資してくれまっか？ああ、はいはい、朝からご苦労様でした。あんた方相手にしてあげるほど暇じゃないんでね、お引き取り願えますか？なめとんのかおめえ。ああ、ああ、新品でまだ開封もしてないのに。おう、極道甘く見とると痛い目合うで。あんたらさ、素人舐めすぎてやしないか？なんやと？みかじめ欲しくて来たんだろ？だったらそう言えばいいのに。そうすりゃこっちも話くらい聞くのにさ、朝っぱらから喧嘩をして来られちゃ、なんかイラッとするんだよね。ああ、兄ちゃん、わしらとやり合おう言うんか？よく言うよ、そっちが先にふっかけてきたんだぜ。ふん、上等やないかい。ところはこれくらいで許しといたる。覚えとけや。はあ、これって俺が片付けなきゃなんないわけ？ん？
はい、もしもし。社長、よかった。大変なことが。え？今ダイナチェアの堀江さんから電話があったんです。パク社長が昨夜自殺したって。なんだって？それで堀江さん、パク社長がうちから借りてるお金の件で話がしたいそうです。私今秋山さんが蒼天堀にいることを伝えちゃったんですけど。わかった、それでいい。早速行ってみるよ。それじゃあ。